表情が変わった。おっと、立った、立った、立っていきました。菊池意地があります。先輩のプライドがあります。しかし大森も負けてはいられません。今や第62代のアジアタッグチャンピオンであります。そしてこのシリーズ7月21日の後楽園大会、大森秋山組に菊池小川組がアジアタッグタイトルをかけて挑むことになっております。今日の開幕戦、大森は菊池と秋山は小川とそれぞれシングルマッチを行う予定になっております。早くもそのタイトルマッチの前哨戦始まっております。開幕戦、さあグラウンドの攻撃、スリーパーホールドに取ろうというところですが体勢が不十分です。正規軍入りしてからの菊池はまさに破竹の戦いぶりを見せております。先のシリーズ95スーパーパワーシリーズですが、なんと13戦を戦って11勝1分け、負けはわずかに1つです。シックスメンタックが5勝1敗、タックマッチが1勝1分け、シングルマッチがなんと5戦全勝、充実の戦いぶりを見せております。解説の馬場さん、はい、先のシリーズ正規軍入りしてからのこの菊池、素晴らしい戦いぶり見せていますね。そうですね、それでね、相手がちょっとね、相手ちょっとねっていうか恵まれてましたよね。先のシリーズ5月20日スーパーパワーシリーズの開幕戦、菊池は川田とのシングルマッチを戦ったその後で試合に敗れた後、川田に正規軍入りを直訴しました。これが認められて電撃的に正規軍入りしております。菊池はその時の心中をこう語っています。ジュニアヘビーのタイトルを菊池さんに6回挑戦して全敗、思い切り悩んだと。コスチュームを変えても吹っ切れないし、伸び悩みは自分が一番強く感じていた。長世代軍は確かに居心地がいい、でもそれだけに自分にはかえって毒なんです。長世代軍を飛び出すしかないんです、そう語っていました菊池。そして正規軍に入って黒のロングタイツに変えてからの菊池、破竹の快進撃を告げています。ジャーマン、さあもう1回か、エルボーでエスケープ大森、ネックブリーカードロップです。さっきのシリーズ最終武道館大会ではシックスメンタックマッチではありましたが、この大森からカウント3奪っております。この2人は体格差があるんです。大森高尾が188センチ110キロ、菊池剛が177センチ92キロ。さあ大森飛んだぞ、エルボー、カバーはどうか。この2人の体格差は身長にして11センチ、そして体重が18キロと体格差は大きな差があります。さあバックを取った大森です。さあ丸め込んだ菊池、この菊池剛の正パートナーが今や小川義成です。馬場さん、この小川と菊池のタッグパートナー、これを馬場さんどのようにご覧になっていますか。これはねまだ組んでばっかりですから、どうのこうのというところまでまだ行ってないんじゃないですかね。ただ菊池の言葉を借りますと、小川さんは本当にうまいと、小川さんが攻めているところを続けて攻めれば、おっとカウント3、大森高尾はカウント3奪いました。菊池剛目を閉じます。試合時間は7分と29秒、いやびっくりしました。まだリング上の菊池剛目をつぶったままです。大きくアピールします大森高尾。試合時間は7分と29秒、大森高尾が菊池剛からこのシングルマッチカウント3を奪っております。勝った方の大森もびっくりしたような表情。この試合そうですね、僕も今ね、はい、菊池と大森だと、菊池の方に余裕があるかなと思ってましたけどもね、いいあの大森
んな攻めでしたね。